ありがとうございました。鹿児島に着きました。8時ですね。鹿児島市到着です。こっち、この目の前の交差点を、右に曲がると、文化通り、天文館とかの中央の中心街ですね。で、今ありがとうございます。わあ、すごい。いや、すげえ。おはようございます。お昼なんですけど、この目の前の味森さんのね、黒豚ロースカツランチを食べてきて、今一つ悩みがあります。今沖縄に行くべきか、特攻隊会館の方に行くか、平和会館の方に行くか迷ってるんですよね。どうしよう。はい、15時37分です。フェリーターミナル到着しました。これからですね、というのも結局沖縄に行くことにしました。さあ、お時間も15時かになりました。はい、フェリー降りました。あったけ、すげえ。多分ここから南に行けばね、さらにもっとあったかくなるような気がします。あいにく天気がね、ちょっと悪いんですよね。曇りで着いた途端ちょっと日差しが出て、ここはね、元部って感じで、本に部活の部で元部って言うんですけど、ウッド部って言ってたり、とりあえず僕は今名古屋市に向かってる最中です。はい、ということで18時53分です。名護市のですね、オリオンビールの工場に行って、で今はエンダーって言われる、ね、あのルートビアとかのメーカーですねのとこの目の前に着きました。乗せてくれた3人の大学生の方、すごいありがとうございました。おかげで、オリオンビールもね、こう名護市がオリオンビールの発祥だって初めて知ったんですけど、そこでまさかオリオンビールを飲めるとは思わなくてですね、本当にありがとうございました。
本一緒に乾杯。今何件目ぐらいですかこれ。ありがとうございました。はい、ということで16時50分です。那覇空港の方に到着しました。これから、17時35分ですね、スカイマークで宮古島の方に飛びたいと思います。